皆さんこんにちは、方言名詞のレッチです。はい、ということで今回も三文ズボでやっていきたいと思うんですが、なんとですね、本日はガンホーさんに来ております。はい、こんな手を広げていますが、でかい会議室で僕今一人です。はい、はい、ということでですね、今回なぜガンホーに来たかというと、キングオブサモンズ、サモンズボード王者決定戦ですね、こちらの当日使うダンジョンを事前にちょっと触らせてもらえるということで、お邪魔して、で今回は動画でですね、そちらを紹介したいと思います。で、まあ、多分この動画が公開されるちょっと後に、同じダンジョンが公開されて皆さんに挑戦していただくことになるんですけど、そちらでですね、今回僕が挑戦した、実際に挑戦するんですけど、挑戦した、ターン数、そしてですね、リーダーにちょっと制限があるので、まあ、こちら見ていただいて、これが課題になるので、こちらを条件を満たした状態でクリアすることによってエントリーが完了して、選抜の対象になるといった感じになっておりますので、ぜひ皆さんですね、こちらの動画を確認していただきたいなと思います。はい、ということで一応、サモンズボード王者決定戦、こちらですね、概要を簡単に紹介していきたいなと思います。はい、ということでこちら画面になるんですけど、もうすでにですね、まあいくつか、 なんか選抜の対象のミッションとかあったんですけど、それがもうすでに終わって、今回が一番最後の選抜になります。で、当日も選抜があるので、まあ、今回、選ばれなかったとしても、まあ、当日に参加していただいて予選から行けば実力でこういけるのかなっていうシステムになってるっぽいので、まあ、そちらで戦い抜いていただいて本番で挑戦してもらえればなと思っております。はい、でもスケジュールも出ていって、当日は6月10日土曜日ですね、e スポーツスクエアになっております。秋葉原だったかな。はい、で本戦大会賞品としてはですね、まず優勝トロフィー、まあこれもうなんかよくあるんですけど、よくあるって言い方もあれですけど、まあ定番ですよね。でその次、サモンズボードのクレジットにお名前、まあ、ニックネームですね、掲載。いや乗りたい、僕も乗りたいです。はい、で、ゲーム内の勲章、これマジいいですね、もう本当なんで、結局もらえるのが優勝と2位から4位までなんで、あでも勲章1位だけなんだ、すごい、唯一無二ですね、これマジすごいですね、これ欲しいです。で個人的にですけど、このサモンズの名刺ってめっちゃかっこいいんですよ。まあ荻原プロデューサーもそうですし、あと候補さんの人とか、まあいろいろいるんですけど、みんなこうなんか自分の好きなキャラなのか、まあ選ばれてるのか分かんないですけど、キャラがついた名刺を持っていて、マジ欲しいんですけど、くれないんですよ。ガンホーさんくれない。僕もうガンホーで言うのもなんですけど、ガンホーさんくれないんで、もうこれぜひですね、ベストフォーまで入って、なので僕自身も、あそう、僕も参加するんですけど、あの生放送の時に一応参加させてもらう権利をいただいて参加するんですけど、まあ、ぜひですね、ベスト4に入って名刺をゲットしたいなと思っております。はい、でまあ参加費無料で、まあいろいろこの辺がこうルールとか書いてあるので、まあ、気になる人はですね、最新情報から、サモンズボード王者決定戦のところを飛んでいただければ確認できますので、ぜひ見てほしいなと思います。はい、ということでですね、今回は、まあ、こちら開発端末になるんですけど、こちら、じゃん、サモンズ王者決定戦、こちらでございます。こちらに挑戦する形になります。で最初はちょっとステージを簡単に紹介したいと思います。まあ、こんなステージでボスにはこんなのが待っていて、道中はこういうのを気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、僕なりの、あんまりちょっとやってないんで詳しくは説明できないんですけど、まあ、僕なりの視点でちょっと紹介したいなと思います。でその後に、実際に僕自身が挑戦して、でそのターン数が実際の、ミッションになります。そのターン数よりも残りターン数をしっかり、残した状態で、いっぱい残した状態でクリアするっていうのが条件になります。はい、でまずはね、ステージを紹介したいと思います。はい、ということで始まりました。これですね、上にタイムついてるんですけど、予選というか今度もうすぐ始まる実際のゲーム内でのイベントではこのタイムはつかないそうです。本番ではつくみたいなんですけどね、本番ではつくみたいな、本番というか本戦ですかね、大会ではつくみたいなんですけど、ゲームの時は、つかないそうです。なので、タイムはあんま気にしなくて大丈夫だと思います。はい、で、まあ、エリア1なんですけども、早速、チャカチャカ進んじゃってるんですけど、まあ、注意すべきは、まあ、ロスタムですね。ロスタムが、100% で回復させるという能力を持ってるので、早めに倒さないと結構ターンというか、時間が持ってかれちゃいます。で、さらにですね、チームルグ、こちらはまあ7メーツ2000なんで、まあ、そんなに気にする必要はないかなと。でコパピーは先生以外はもうなんかうんって感じですね。であとラクシュもノックバックダメージ、これ位置ずらされるんで、これもちょっと気をつけた方がいいかなぐらいですね。はい、で毒の位置はランダムっぽいです。この毒沼の位置は
ちなみに今回僕が挑むパーティーは、サコンリーダーにした HP 編成ですね。はい、まあ、こんな感じで進みつつで、今回はサコンがですね、そのあんまりリーダースキルの影響を受けてなくて回復もしないので、ちょっとそこを守りつつ攻めれられたらなと思っております。まあ、でもこれ、今はステージの紹介なんで、あんまりターン数は気にしなくていいかなと思います。まあ、とにかく時間をかけてでもクリアするっていうのが一応コンセプトですね。でエリア2ですね。ここは、ランダムで、敵の配置ランダムです。でなるべくコンボ組みたいんで、味方をなるべく固めといた方がいいんじゃないかなと個人的には思っております。でまあこんな感じですね。スキルはまず周囲8マスに対してノックバックダメージ500と、まあ、ノックバックダメージ威力自体は高くないんですけど、位置をずらされるっていうのが結構ちょっと面倒くさいなと。まあこっちも同じ感じですね。威力がちょっと高いと。で1体だけ、十字列2500っていうのがあるんで、これはちょっとダメージはちょっと気をつけたいなって感じですね。はい、ということでサコンがいきなりピンチになっております。これ倒せるかな。まあちょっと安全性を考慮して、そうサコンをねなるべくこう生き残らせたい。あ、これいけたな、いけたな。あ、やべえ、このノックバック、よしよし。スキルは正直ガンガン使ってっていいと思います。サコン使えるうちに。あー、まだいいか。いや、まだいいか、まだいいな。あ、やべえ、落ちちゃったな。でもまあ貴族性だし大丈夫な気がする。死ぬんかーい、死ぬんかーいといった感じで、敵もなかなか威力が強そうですね。ちょっと舐めすぎて。はい、まあでもこれステージの紹介なんでね、移動しましょう。はいはい、結構食らう。まあ、自動回復あるんで、そんなにこうピリピリする必要ないかなと思います。まあただですね、このタイム関係ないといっても、あぶねえ、まあ、関係ないとはいつも、このタイム過ぎちゃうと終わっちゃうので、ステージがその時はちょっと注意しながら進みたいなと思います。10分以内に抑えめれるように頑張ります。はい、ということでエリアさんです。これもなんとですね、デルフィニウム出てくると。でここ回復してくれるんで、結構まあここまで行くのに、無茶をしてもいい気がしますね。で、火属性十字列ダメージの罠はそんなに強くないです。で光の周囲の罠ですね、あそこがちょっと、厄介なので、6000ぐらいだったかな、ダメージは。なるべく食らいたくないですね。で例のごとくコッパピーはまた、もうこっちか、コッパピーはあんまり気にしなくて大丈夫です。ただあいつ倒せていないと次のエリアに行けないので、なるべく早めに手を打った方がいいとも思います。で今見てもらったら分かる通り、敵の動きは逃げの AI なので、まあなるべく、うまく誘導できるといいかなと思います。まあこんな感じですね。ちょっと時間もそんなに余裕がないですね。でここのステージは、デルフィニウムは先制攻撃でスキルダメージを 50% カットで、反射は 10% なので、その威力強くないですね。で割り込みとしては 50% 以下になると周囲に対して全マスノックバックダメージ、これも威力そのためになります。なのでまあとにかくスタンをとっとと取ってしまって、あでスタンはかかりやすいんですね。なんでスタンを取ってしまった上で、レギンと、ミストルティンのスキルを打つというのがセオリーかなと思いますね。これは大丈夫そうだな。これちょっとコパピーの方に行きますね。コパピーの方に行きます。でここでミストルティンを打ちつつ、コパピはめっちゃ弱いんで、こんな感じですね。はい、でしっかりスタンを取っていれば、ミストルティンのレギン使ったミストルティンでいけます。でサコンは3倍なので、まあそれぐらい目安にしてもらえるかなと思います。ここがちょっと若干厄介なエリアではあります。わりかしやっぱ道中の敵が意外と強いので、まあそこはちょっと注意が必要な気がしますね。やべ、あと4分だ、ちょっと急がないといかん。ノックバックダメージ2000、結構強い。どうしようかな、攻めない方がいいかな。
ちょっと確実性を狙っていける。おー、あたー、うん、悪くないぞ。降りてこい、降りてこい、どっちでもいいから降りてこい。しゃあ、おい、エペタム結構スキル溜まりやすいんで、まあ、ガン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 使っていくのがいいかなと思います。あのエペタム死ぬなよ。おー、ナイス回避、ナイス回避。多分クラッツは死んだ気がします。死んでた気がしますね。よしよしよし、これで抜けられて、最後のエリアは、まあ、びっくりすると思うんですが、まあ、てかさっきあのステージの前に出ちゃったんですけど、まあ、こんな感じでイフが出てくるわけですよ。イフに入ると、まあ、先制攻撃は HP 全回復、プレイヤー側の HP を全回復してくれて、スキルダメージじゃないな、全ダメージを 50% カットするスキルを使います。で、敵のスキル自体はそんなに強くないんですけど、あんまり食らいすぎても良くないなっていったところですね。で、攻撃力もそんなに高くありません。で、相変わらずの逃げ AI といった感じですね。で、イメージとしてはしっかり、スタンを取る。で、スタンを取った上で仕掛けまくるといった感じでございます。せい、右下ぐらいがいいかな、理想は。うん、まあまあいいでしょう。まあ、こんな感じですね。スキルの威力はあんまり驚異的ではないです。まあ、スタン取ってくれてるのはちょっと厄介なんですけど、衝撃、まあ、これもそんなに威力強くないですね。さあ、どうなるか。こうしとこうかな。まあ、いつでもね、こうレギンが放てる位置に配置します。かかってるな。できれば、まあ、次あのちゃんとしたというか実際に挑戦してみるわけですけど、30ターンぐらいいけたらいいなぐらい。何回かやったんですけど、20前半から後半が平均っぽいので、このメンツだと、まあ、なるべくしっかり抑えたいなと。30ぐらい、ここでスタンが取れればパンパンできるかどうか。レベル、シャウェイ。お、取れない、取れないスタイル。あ、よしよしよし、これで確実に取れる。さあ、頼むよ。まあ、ミストルティンでどこまで削れるかですね。これあんまりちょっと検証してないんで、7割以上は削れた感じで終わったんですけど、さあ、どれぐらいだ。あ、ワンパンできる。よーし、こんな感じでございます。はい、といった感じですね。まあ、こんな感じだったんですけど、まあ、一応ですね、あのちょっとイフ結構すぐ倒しちゃったんで、どんな動きをするかっていうのを見せなかったんですけど、一応先制攻撃としては全体ダメージを 50% カットで、プレイヤー側の HP を全部回復してくれると。で、こっちがエンハンを使うと HP を 10% 回復してきます。で、15コンボで敵を攻撃すると、周囲に全マスノックバックダメージ2000ぐらいですね。そんな強くないですね。で、HP が 75% を切ると 5% HP を継続的に回復する、リジェネですかね、を5ターン継続するものをかけてきますと。で、50% 以下になると、ボスのイフの HP、攻撃力が2倍になります。まあ、これも3ターンぐらいですね。で、最後 HP が 25% 以下になると防御力がめっちゃ上がって、で、HP を即時 30% 回復します。なので、できれば、25% 以下にはしたくないですね。もう 50% 切るか切らないかぐらいでワンパンできるような編成でいく方が、まあ、個人的にはおすすめかなと思います。はい、ということで、まあ、ある程度男女は紹介できたんですけど、まあ、問題は課題ですよね。ミッション何になるかっていうのなんですけど、まあ、見てわかる通り課題はですね、まずリーダーサコンでございます。皆さん大好きサコン、はい、僕が大好きなだけなんですけど、サコンを使っていただいて、なおかつ僕が今から挑戦してクリアしたターン数よりも、いいもの、まあ、残りターン数が表示されるんで、より多いターンを残した方がいいんですけど、まあ、残りターン数がなるべく多いようにクリアするっていうのが課題になります。はい、皆さん、まあ、制限はサコンリーダーっていうだけなので、今回僕はあのこだわりと言いますか、一応ずっと続けてる、まあ、ガチャ限定キャラクターを使わないっていうのをコンセプトに組んでるので、正直、まあ、これを全キャラクター上位互換に差し替えればうまく、まあ、超えれるのかなと思います。で、いや、サコンモッドランシみたいな人は
なんかコインダンジョン開放されるという噂があるので、まあ、そちらを使っていただいて最高入手していただき挑戦してもらえればなと思います。まあでも結構ね、再三サコンサコンサコンって僕めっちゃ言ってるんで、持ってる方多いと思うんですけど、まあ、ぜひですねこちら挑戦してほしいなと思います。はい、ということでミッションが決まる大事な戦いでございます。こちら挑戦してみたいと思います。挑戦。はい、ということで始まりました、エリア1でございます。まあ、ここはですね、今タイム出てるんですけど、これ本番では、本戦では出るんですけど、ゲーム内で挑戦するときには挑戦されないです。なので、まあ、タイムは気にせず残りターン数だけ見てもらえばいいかなと思います。はい、まあ、ステージの紹介は前半でしてるというか、まあ、さっき紹介したので、まあ、なかなか省かせていただきまして、まあ、こんな感じですね、ガツガツ攻めたいなと思います。なんかね、うまい方がありそうな気もするんですけどね。よいしょ、お、倒せない。次のステージもちょっと想定しつつ進めたいな。ここがね、悪くない、悪くはないよ。割といい感じなんじゃないか、これ次で入れればいい。ノックバック、結構問題ない。倒せないか、倒せないか。本当なんだ、あいつがこう下がってきたところで、おっ、ワンチャンある。ポリキンのところでエンハプラススキルでいけるんじゃないかな。これこんな感じじゃないか。よし、いい感じだ、すごくいい感じだ。今の抜き方、エリア2が結構、ランダム配置になるんで、あそこが、まあ、ネックなのかなと思います。あとはボス戦の、まあ、矢印次第のところありますね。よし、いいぞ、7メージル最高で、かなりデルフィーに関してはスタンが取りやすいので、スタンを、うわー、そっちかい、狙いに行くのがいいなと思います。一番右行こう、一番右行こう。上か、上か。移動してもらいたいんで、デルフィーで若干詰まるのか。これ絶対右下行くはず。これな、十字矢印ちょっとやばい。よっしゃー、ナイスーナイスー。本来なら同時にコパピー倒したいんですけど、ちょっといい配置がいなかったんで。あっ、危ない危ない、さすがサコンさん。いいよ、サコン効いてる、サコン効いてる、サコン効いてるよ。さんね、もうお役目ごめんなんだよね。まあ、一応コンボでね、威力が上がるので、そのためにもちょっと残しておきたいところではある。よし、3球パターン、残り3球。これどうなのかな、3球だろうな。まあ、ここはしっかりコンボを組めば倒せます。まあ、コーディアする。はいはいはい、そのパターン、そのパターン。おいよ、うぅ、こうじゃないか。いけ、あー、イエス、ナイススタン、ナイススタン、ナイススタンだけどスキル当てれない。くしゃくしゃ、スキル当てれません。ああ、飛べない、飛べない豚はって言うよね。ペネトレートは次に取っとけばいいか、次に取っとこう。これはあんまりいける、いける、よし。で、下に降りてきた時にスキル当
切るような感じですかね。切る使わなくてもいけそうだな。いやどうなの、使おう。まあどうせ次のリアルも結構余裕があるので使うまで35、これいいかもしれない。30目指せる。頼む。もう矢印次第。あとはもうここから運ですね。運って言ったらあれですけど、運を味方につけるのがまあね、本物のサモンズボードなのかもしれませんが、なるべくこういう感じでスタンを取っていきたい。右下に行こう、右下に行こう。シャワー、もうとにかくスタン、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 スタンが取るラインを狙うと。スタン取らないパーターはどうなのかな。そうか、スタン取らないパーターンで押し切るのもまあワンチャンって感じですね。あー、これ左来ちゃう。左来ちゃう。その配置ちょっとミスだよ。喋りながらやるとね、こういうのがあるんですよね。こうかな。右系が嬉しい。うわー、左だった。下まで来てくんないかな。下まで来てくれたらか。ああ、そっちか。そっちなのか。いや、これスタン取らないパターンでいきますか。25くらいにしたい。なんとか。うん、悪くない。悪くないぞ。せい。これで上の方がグッドかな。あ、それちょっと行き過ぎた。よっしゃ、24ぐらいかな。こうか。2列でいけるよな。いけるはず。じゃあ勝負。おなしゃす。せい。よーし。はい。といった感じですね。結果としては24ターンでございました。はい。こちらの記録が目安になると思います。まあ再三言ってるんですけど、時間はちょっと気にしないでください。時間はあの関係ないので。はい。まあ、今回は24ターンだったんですけど、まあ、こちらですね、目安にしてほしいなと思います。正直、まあ、昨今リーダーで24ターンっていうところなので、まあ、しっかり編成を組めば、まあ、いけない数じゃないとは個人的には思います。結構このガチャキャラのまあ上位互換というか、まあ、威力の強かったりとか、もともとのスノコ気力が高いとか HP が高いとかいうキャラクターもいたりするので、うまく使うことによってまあ、超えられない壁ではないと思うんですけど、まあ、昨今をリーダーにするっていうちょっとハードルがあったりするので、まあ、その位置は、まあ、今までやってた人は多分すぐにやれるでしょうし、ちょっとまだ持ってないよっていう人はちょっと入手までに時間がかかってしまうので、まあ、そちらの準備から始めてほしいなとは個人的に思います。はい、皆さんどしどし挑戦していただいて、まあ、この大会を盛り上げてほしいなと個人的にも思っております。はい、といった感じですね。今回の動画は以上となります。あ、ちなみにですね、概要欄にまあなんかその辺のまあリンクだとか貼っておきますので、あのご確認いただければと思います。といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。